2分でわかるニューメタル特集です。今回紹介するバンドはですね、リンプビズキットを紹介したいと思います。で、リンプビズキットはですね、1990年代後半にデビューしたバンドなんですけども、日本で馴染みがあるのは多分ですね、映画のミッションインポッシブル2だったと思うんですけども、それのタイアップでですね、結構音楽としてサウンドメイクとしても流れていたとね、それで、馴染みがある人には馴染みがあると思います。で、リンプビズキットはですね、ボーカルがですね、主にラップを歌ってるので、ラップが好きな人とか、嫌いな人は分かれると思うので、正直好き嫌いはあると思うんですけども、個人的にはそんなにリンプビズキットはあんまり好きではないんですけども、ただギターのですね、ウェス・ポーランドっていうギタリストがいるんですけども、彼の、ギターリフとか、あと彼が作るですね、アルペジオラインとか、曲を盛り立てるためのですね、バッキングラインっていうのはすごいかっこいいですし、で、ウェス・ポーランドはですね、結構天才型のギタリストって言われてまして、そんなにテクニック的には、主張したタイプではないんですけども、曲を作る感じですとか、サウンドメイク的にはすごい革新的ですし、見た目もですね、ちょっと変態的な感じで、よく、変な髪型をしたりとか、メイクをしたりとか、いつも変な格好で、目立ってます。で、リンプビズキットはですね、本当、すごいですね。なんでこんなに人気があるのかなってちょっと不思議なくらい、これを言ったらちょっと語弊かもしれないんですけども、すごい売れまくったバンドなんですね。で、いわゆるパーティーソングとか、そういったところでクラブとかでも、一時期すごい流れてましたし、そういったパーティー好きな人には多分受けるんだろうなと思います。で、アメリカでもですね、すごい賛否両論を分かれるバンドでして、本当好き嫌いは分かれてるバンドなんですけども、ただ1、2枚のアルバムでめっちゃ確か数千万枚単位で売れまくったバンドなので、好きな人には好きなんだろうなと思います。で、さらに詳しいことに関しましては、下の説明文のところにですね、ブログ記事としてリンクを貼っているので、そちらをご覧ください。ありがとうございました。